はい、どうも、おしです。かんちゃんです。ダンボです。よしです。今回ですね、ちょっとお話があります。私から、あなたたちにも、ちょっと視聴者さんの方にもお話があります。はい、かんちゃんですなんて言ったけど、全然暗い話です。何も聞かされてないでしょ。はい、何も聞かされてないから。ですね、まあ我々ちょっとまだ全然収益がないじゃないですか。はあ、収益化はできたものの、なかなかその収益になってないと。まあ完全なる赤字 YouTuber じゃないですか。で、まあ単純に赤字額が200万超えたと。うん、おめでとうございます。これはあくまで今200万超えたっていうのは、その、まあ、機材も含めてカメラを買ったりだとか、そう、まあ、いろいろあるじゃないですか。そういうのも含めて、まあ、200万を超えたなと。でもそこに多分交通費とか、今までの食事代とか宿泊費とかを考えたら、多分300はもう超えてるんですよ、余裕で。っていう現状じゃないですか。ね。まあでもそれはいいのよ。宿泊だとかさ、食べに行ってるのはうちらが勝手に行ってるだけだから、別にさ、いいけども、まあいろんな初期投資でね、初期投資とか、今まで積み重ねてきたもので、もう、200万円を超えたと。これはいかんと。で、まあ、このままやっててもさ、まあ、しょうがないじゃん。このままやっててもしょうがないっていうか、そうだね。このままやっててもしょうがないんですよ。そこで、私決めました。今、21年。はい。2021年ですね。もう1万人いかなかったらやめよう。今3700人ぐらいなんですよ、現時点で。でもう今年1年で1万人いかなかったらやめます。っていう発表です。暗くなってる。いや違うんですよね。だからそのぐらいの覚悟でやるってことですよ。でもいや、もうマジでやめますから俺。この年内1万いかなかったら、冗談抜きに、やらせ抜きにやめるんで、1万にいかなかったらね。だからそれを踏まえて、やっぱりこう伸ばしていくようにしないとダメなわけじゃん、動画を。だからまあそのいろんな企画会議をして、もっとこうなんだろうな、面白いものを提供できるように、していこうと、いう話です。はい、まあ反省会です。もう反省会暗くなるという。いやいや、まあ確かにちょっとなんでちょっとダメージ負ってんの、なんか。いやでも、いやそのぐらいでやらないとダメだろうなと思って。まあ目標というかね、それちょっとそのぐらいの覚悟持っていかないと、だって、まあ、だらだらこのペースでいったって多分1万人いかないですよ多分。せいぜい6000ぐらいまで、5、6000いって止まるんじゃない。そうだね、今の流れだと。だからまあバズるとまではいかないけど、やっぱりさ、多分視聴者側って素直だからさ、面白いものは面白いし、面白くないものは面白くないっていう感じなんで、でもそこをどうね、まあうちらはあくまでエンタメだと思ってる、一つのエンターテインメントだと思ってるんで、まあ、その部分でやっぱりこうどう伝えられるか、そこをもう少し考えていきましょうと、いうことで。これやっぱり動画にしといた方がいいなと思ったんですよ。それはもう弾けないじゃん。弾けないから。それでちょっとね、今回家撮りを一本撮ろうということで、ちょっと撮らせていただいた次第でございます。
以上です。なんかありますか、なんかあります、やっていきたいこと、まあまあまあ質問でも何か、うん、そうそう、やっていきたいことでも、うん、まあ、何か、まあ、別に俺はねそんな暗い話をしてるつもりはなくて、うん、まあ前向きにね、前向きにただそういうふうにやっていきましょうってことですよ、うんうん、っていうまあまあことなんだけども、うんうん、ヒットコーナー作りたいね、ヒットコーナー、ヒットコーナーね、うん、まあまあまあ確かに、だからまあ何をやっていくか、まあここで多分いろいろ相談したところで、うん、まあ今相談したところでって感じだけど、ちょっとサブタンみたいになっちゃうよね、なんか企画会議しちゃうと、うん、特にみんな何もないようなのでこれで終わります。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ねえだろ、ねえだろ。外れていくわ。まあそうだね、そんな感じでいいんじゃないですか。まあ、あ、なんかあるかな、なんかある、まあね、チャンネル登録3000人いたとしても、うん、そのうちの100人を喜ばせることはできる動画作れても、うん、3000人が全員見る動画は今のところ作れてないのが現状だからね、うん、みんながクリックしたくなるような動画を作っていかないと、うん、まあ、こいつら面白いなっていうね、うん、もう作っていかないと、なんでね、どうしても This is 新潟存続してもらいたいという人はたくさん Google アカウント作ってチャンネル登録するしかない。そうだ、 Google アカウントいっぱい作ればいいんだ。現視聴者に頼るな。そのお願いをするための動画ではないから。ないんで、まあそうだな、まあこれ以上話の広がりもないか、うん、まあここで止まってんのも我々の現時点の力不足ですしね、ええ、そういうことでございます、うん、まあまあまあ、まあやっぱりね、こうもう少しいろいろ考えていく、個人個人がやっぱりそう考えていくべきだなとは思ってるしね、うん、まあまあ長く話してもまあしょうがないんで、まあということで、今回はちょっと我々のその意思表明としてね、俺が勝手にやったんだけど、もう巻き添え食らってるから俺が私で1万人いかなかったらやめるみたいな。鶴の一声みたいになってるんだけど、というまあね、今回は意思表明ということで、まあなんとか年内1万人いくように存続できるようにね、ちょっとやっていきますんで、もっとみんなを楽しませられるようなちょっと動画を作っていきたいと思います。ということで今日は終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。